ピーター・オーマリーは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州出身の実業家である、MLB、ロサンゼルス・ドジャースの元オーナーとして有名。父は同じくドジャース元オーナーのウォルター・オーマリー。ピーター・オーマリー・ペンシルベニア大学ワートンスクール、経営学科卒業後、1962年に、ドジャースに入社。ドジャータウンの責任者から始め、1967年より、 スタジアムオペレーション担当副社長として、球団経営に関与する。1969年、上級副社長に昇進。1970年、父の後を受け社長に就任。1995年に、ロモヒデオ投手が入団した。才のオーナーとして、日本でも知られるようになる。1998年3月19日、ルパート・マードック率いるフォックスに球団を売却。 オーナー在職中の29年間、アメリカ経済誌、フォーチュンが発表する、働きやすい、会社ベスト1 0に、ドジャースが1984年、1993年、1997年と3度、選ばれる。また、トップス社が発表する、年間最優秀団体に5度も選ばれた。オマリーのお気に入りのドジャースの投手は、フェルナンド・バレンズエラ、ノモ・ヒデオ、ボクサン・ヒロシ。 いずれもアメリカ人ではなく、それぞれの母国のメジャーリーガーのパイオニア的存在の選手である。また1970年代、ヤクルトに入団した元メジャーリーガーのジョー・ペッピトーンが数々のトラブルを引き起こしたことがきっかけになり、日本のプロ球界、プロ野球ファン全体にメジャーリーグへの不信感が蔓延したことがある。オマリーは当時この事態に対して最も真剣に憂慮を示した人物の一人で、 ハイカの選手から真面目で信頼が置ける選手として、チャーリー・マニエルを選び、ペピトーンが問題を起こしたヤクルトに異常するなど、メジャーリーグの信頼回復に努めたことでも知られる。マニエルは、来日1年目こそ振るわなかったものの、日本の野球に慣れた2年目からは大車輪の活躍を遂げ、1978年には、ヤクルト初の日本一に貢献するなど、ペピトーンの汚点を払拭して、 あまりある実績を残し、見事に、オマリーの期待に応えてみせた。1980年代には当時、中日の監督だった、星野千一と婚意にしており、中日のベロビーチキャンプを実現させた。球団経営から手を引いた後は目立った活動は、なかったが、2011年に、ドジャースが経営悪化により、MLB コミッショナー機構により売却が発表された。後、 球団を買い戻す用意があることを表明した。2009年1月18日に名古屋で行われた山本正の200勝記念パーティーに参加し、2014年7月18日には日本の野球殿堂入りを果たした野茂のプレゼンターとして西武ドームに来場した。2015年4月、朝日中受賞を受賞。伝達式は7月8日、ドジャースタジアムで行われ、野茂も,も参加した。 ありがとうございます。